今日はボディに穴を開けます。これはシーウエストのサイドステップなんですけど、後ろ側はネジ2本で止まってて、横もネジ2本で止めてます。で、前側なんですけど、前側だけがネジ1本と、両面テープで止めてます。なので時間が経ってくるとこういう風にグラグラするんですよね。なのでここにネジ穴1個追加したいなと思います。今馬をかけたところです。これは絶対に必要です。外したタイヤは車の下に置いておきます。ちょっとこのホイールハウスのカバー外して鉄板の位置を確認しています。この辺に穴開けるんですけど、鉄板の幅が、まあ、ここも同じ1センチぐらいしかないですね。この真ん中を狙います。マジックで位置決めもしました。ではこの電動ドリルを使って穴を開けます。押さえながらやってるんで、片手で、本来はね、片手でやってはいけないんですけど、ちょっとそこだけすいません。小さい穴が開いたら、今度はね、少し大きめのドリルで穴を広げていきます。使うネジのサイズは 4×16mm を使う予定なので、最終的には 3.6mm のドリルで仕上げます。使うネジはいろいろあるんですけど、
これですね、ワッシャードリビスの 4×16 これで固定します。いい感じですね。全然グラグラしないです。あとは両面テープもつけてやったら完璧だと思います。では反対方向、反対側をやっていきます。一つ忘れてました。このままにしておくと開けた穴が錆びてくるので塗装します。で、穴の位置なんですけど、1センチ幅のちょうどど真ん中に綺麗に開いてました。塗装はタッチペンのスーパーホワイトとクリアでやります。反対側の方もやっていきます。こっちもしっかりしてます。 OK ですね。このジャッキを下ろすときってすごい安心するんですよね。また塗装が乾いたら改めてネジ止めします。今日はこれで終わります。一回サイドステップを取り外して、こことここに両面テープを貼っています。で、あとはこの前開けた穴にネジを固定するだけです。でもうジャッキアップする必要はないです。最初はあまり締めすぎないようにしています。
これで OK です。反対側も取り付けていきます。全然グラグラしないです。がっちりついています。あとコンパウンドで磨きを入れました。助手席側もいい感じについてますね。ではこれで終わります。